こんにちは。うす。今日は1月23日の深夜に放送されたそこ曲がったら、桜坂の話をしていくよ。今回は祝、新成人メンバー応人力チェック、前半、だよ。成人おめでとう企画というよりは、就活生頑張れ企画だったね。メンバーが色々なパターンを見せていて、キャラが被ることがなく、お見事でした。このチャンネルでは乃木坂46、桜坂46、日向坂46のことを話していこうと思うので、よかったらチャンネル登録していってね。今日のインデックスはこんな感じ。1、真ん中の森田ひかる。2、合格点の竹本結衣。3、頑張ろうの藤吉佳林。4、大不思議の増本キラ。5、今回のベストショット。6、渡辺理沙、卒業を発表。今回は就活生をはじめとして、学生の枠の外に出る人たちに向けてみんな同じだよ、頑張れ、と言っているようでした。で、就活したり社会人になって間もない人のサンプルとして見事にパターン分けされてました。常識の範囲内で、真ん中、合格点、頑張ろう。そして、そんなレベルに届いていない大不思議と。あ、3人はそういう意味なんだけど、増本キラはそういう意味じゃない。むしろ、見直すという感じ。ただ、分かっておいてほしいのは、メンバーの4人は目の前の事態に前向きに頑張っている。無気力にその場を流してごまかせばいいと思っているわけじゃないから笑って好感が持ててるのさ。ヘラヘラしてごまかそうとしていない。なんか偉そうなこと言っているけど、うぷ主は大学に行ってないよ。就活は専門学校生としてだったよ。落ちまくったよ。最初は1。真ん中の森田ひかる、ね。就活面接の模擬をしていました。就活し始めたり、社会人になりたてとして、真ん中ぐらいの立ち回りなのね。ダイジェストになっていた通り、就活生としてのレベルは真ん中ぐらいです。可もなく不可もなく。でも、それで十分。模擬を繰り返して、実践できるところまで持ち上げたんだろうなって感じがしたよ。マナー講師さんには、お尻を向けちゃダメって言われてたね。ダメっていうか、基本的なことができているから、より上位のことを教えられている感じがする。今のままでもいいけど、こうするとよりいいよ、って感じ。ところでマナー講師って何なの？マスクの柄までこうしろって決めてくるって聞くけど、白いワイシャツに黒マスクは NG だとか。マナー講師の言うことをどこまで聞くのかは自分で決めていいと思うよ。少なくとも私は白いワイシャツに黒マスクは NG は考えすぎだと思う。ただ、誰かが言ったことに習っといた方が気持ちが楽とか、考えるのがめんどくさい部分の作法とかは、白いワイシャツに黒マスクは NG でいいんじゃん。ただし、それをしていない奴をダメと言ったりマウントし始めると滑稽だから、それはやめときな。ひとまず森田ひかるのレベルまで面接レベルを持ち上げるにはどうすればいいの？私は大学に行ってないから噂でしか知らないけど、大学には就職課ってのがあるらしいじゃん。そこで模擬実習とかしてるとか、学内の掲示板に貼り出されているらしいじゃん。それに参加するのが一番安上がりだと思うよ。じゃなきゃ、就活サイトには模擬実習の案内とかあるんじゃないの？年単位で時間があるなら、それなりのホテルやレストランでバイトするとか。何にせよ、ネットで知識を仕入れても実践するのは無理だから体を動かしちゃうのが一番よ。じゃ、次は2。合格点の竹本結衣、ね。竹本結衣も就活面接だったね。先発でした。所作その他が完璧だったね。うん、なんだったら、私でもできないレベルでした。その就活セミナーの中で、トップクラスだったり、みんなの生きたお手本になるレベル。竹本結衣といい、森田ひかるといい、褒めすぎじゃない？最初にも言ったけど、二人とももう仕事してるしね。最低限のことはそこで叩き込まれてる。それを就活面接に変換するだけだから、普通の就活生よりも道順が近いのよ。でも、あれよりもひどいのいるの？いるらしいよ。私が好きな YouTube チャンネルでイフラン大学就職チャンネルってのがあるんだけど、よく紹介されてる。最近、それ系で面白かったのが面接したいなって気にさせない。大学生に見てほしいのが、ゆっくり霊夢は F ランク大学の就職課に就職したようです。って連作。で、竹本結衣を見てて感じちゃったのはさ、周りが笑ってたんだよね。お、他人のチャンネル紹介の次は、自分語りか。竹本結衣が小さな失敗をした時に、メンバーが笑ったんだよね。私はそういう時に、低レベルなことをしている時に低レベルな失敗をして笑われた、ということにしてその作業をやめることを多かったんだよね。よ、無駄な完璧主義、金メダル以外はビリと一緒。100点を取れないなら、やらない方がマシ。その小さな小さなプライドのせいでいろんなものを落っことしてきたよ。おかげで従業員が60名の中小企業に入って、30名のところに転職して、10名のところに転職して、今は一人だ。フリーだって言えば聞こえがいいけどね。全方位じゃないにしろ、いくつかの部分は無駄に能力が高いから食うに困らない程度の収入はあるけど、もうちょっとやりようあったよね。
次は3。頑張ろうの藤吉かりん、ね。就職後の電話対応だね。言葉や態度に保険を聞かせすぎて、待たせてしまうという一番の失敗をしてたね。そのひどさは、マスモトキラと放送の順番を入れ替えて番組のお家に持ってくるほどのひどさでした。収録したのは藤吉かりんが先だったみたいね。残念ながら、実践配備に至ってない。その会社が参加している商工会議所や近所の大きなホールでマナー講座を開催しているから行ってくればいいよ。上司にうまく説明すれば、会社からお金を出してくれるんじゃないかな。私は会社から言われて参加させられてたよ。参加させられてた、のね。当時はめんどくさいだけだったのね。なんとなく、セミナーを受け始めたぐらいが藤吉かりん。実践 OK まで持ち上がったのが森田ひかる。即戦力としてアピールできるレベルになっているのが竹本ゆい。藤吉かりんはこれからってことね。藤吉かりんの気持ち的によくわかったのは、テンパり始めて事態を収束させようとして自分が悪いってことにしようとする。でも、そういう話じゃないから大きく空回りする。ちょっとだけ、共感性羞恥心が発動したよ。笑い方が、わかるわかる、じゃなくて、かりんちゃん、こんなこともできないのかよ、と笑っている人は、きっとその人もできないので気をつけるっていうか、セミナーに出ときな。次は4。大不思議のマスモトキラ、ね。相変わらずマスモトキラは相変わらず違う方向を向いているのね。ああいや、そうじゃないんだ。あいつは自分よりも出来が悪いはずと思ってたら、自分よりも出来てて驚くって方向。そこまで出来てた？出来てたよ。電話番として、相手の名前を聞いて、話す。余計なこと言わずに、こちらの事情を伝える。だけど言葉遣いは出来ていない。マナー講師として一番楽しくて楽な受講生じゃないかな。基礎は出来ているので、言葉遣いをちょっと指摘すると、すぐに治っていくという。私が藤吉かりんの立場なら、マスモトキラよりもマシなはずだったのに、マスモトキラの方が褒められてピンチを感じる。で、焦りを感じるのね。ん？焦るのか、マスモトキラをいじめてマウントを始めるのかは人それぞれ。ああ、マスモトキラを落として相対的に受講室内や友人関係での自分の価値を上げるのね。全く意味ないけど、ま、天井にスライムくっつけちゃって慌ててるやつに負けたくはないわな。個人的には相手の会社の人間だったらマスモトキラの対応は好きです。その足りなさが愛らしく、繋いでもらった後、マスモトキラのことで盛り上がりできそう。次は5。今回のベストショット、ね。ラップマン、ダイジェストどころか出番もない松田里奈、醤油。ラップマンは子供だったね。いやいや、ちゃんとやりきるところが大人なんだよ。竹本ゆいと井上里奈の仲良しエピソードも大好き。オンエアではヒーローっぽい音楽と風の音が流れているから見れるけど、スタジオの中じゃ無音だったろう。その中でやりきるのはかなりの根性が必要だよ。松田里奈がとうとうダイジェストを脱するチャンスさえなくなってしまいました。その見事な顔芸はできてたし、いいんじゃないかな。菅井優香は醤油、一発で全部持っていきました。さすがです。まっすぐに竹本ゆいが褒められていたのに持ってっちゃったね。最後は6。渡辺理沙、卒業を発表、ね。渡辺理沙が卒業を発表しました。驚いたね。発表直後は桜坂46のサーバが接続障害を起こしたとか。ネットじゃ、乃木坂46に例えたら誰に当たるのかとか騒いでたね。別グループだから例えてもしょうがないけど。今なら梅沢みなみ、一期メンバーがいっぱいいた頃なら深川舞か橋本七海かな？で、ニュースを聞いて一番最初に思ったのは、二期メンバーをまだそばで見守ってて欲しかっただな。でも、一時間後に思い直したんだよね。渡辺理沙はまだバックアップに回る年齢じゃねえ。やりたいことを全力でやりゃいいよねって。で、次に思ったのは、ひょっとして卒業順番待ちが発生している？だね。桜坂46になる時に石森虹香と佐藤しおりが卒業して、一曲目で松平理子が卒業。三曲目で森谷茜と渡辺理香が卒業。で、四曲目で渡辺理沙と。こうなっちゃうとさ、アニラの最後に歌った青空とマリーはまた一つ意味が深くなったね。でね、4曲目の活動はするんだって。つまり、2月か3月にリリースして3ヶ月ぐらいが活動期間かな？ 5 曲目が7月なのかな？え？ひとまず、先のことは置いておいて、今は桜坂46の渡辺理沙を目に焼き付けよう。なるほどと思ったら高評価、全然違うと思ったら低評価をしていってね。皆さんはどう感じました？思うところをコメントで書いていってね。これから、乃木坂46、桜坂46、日向坂46のことを話していこうと思うのでよろしくね。